10年ぐらい前から通って、もう10年前からですよね。大阪で仕事してる時はずっとこの店に世話になって俺は生きてきたから、ずばり言うは言うっていい、大阪でナンバーワンの店なの。こちらが名物のディッシュとなっております。いやめちゃくちゃうまそう。最高峰のボロネーゼやな。これがですね、イチオシのボロネーゼなんですけど、もうボロネーゼしか勝たんということで。ボロネーゼね。ボロネーゼ。言ってみて。ボロネーゼね。待て待て。ボロネーゼね。スコフィールド。スコフィールド。マイケルスコフィールド。似てるって言われるんですよ。まぜこぜしましてですね。こぜ。そっちがね、はい、そっちがね。よそいますと。いただきますね。久しぶりだな、これもう 何年ぶりのボロネーゼだよ。ハッピーです。めちゃくちゃ美味しいです。何笑うとんねん、何笑うとんねん。初めて聞いた、食べてハッピーです。こちらがですね、あのトリコのですねフルコースにも選ばれたゴルゴンゾーラのバケットです。これね、こちらはですね、淡路島産の玉ねぎのブロッコリーのスープというなっております。どうでしょうか。淡路島ギャグみたいなのじゃないんですよ。みんなやばない。行ってもてるの、流れるのこれ。こちら本当にガン決まりです。やばいやろ。こちらがブロッコリーがしばかれた水の姿でございます。こちらですね、説明を受けたんですけど1ミリも覚えてない魚料理。何つったっけ。タイね。タイをどうしたやつやったっけ。タイをあれこれして、もうカリッとやる。なるほど。じゃあ締めて。鯛を食べるということはめでた。こちらがですね、海の幸のグラタンとかまだグツグツ言っております。めちゃくちゃ美味しそうですね。じゃあまた面白いこと言っててください。3、2、1グラタン。面白い。面白い。隣にいる家族のお子様もめちゃめちゃ笑ってます、はい、見てください。これお肉なんですけど、どこのお肉ですかね。和牛の頬、つらみです。頬のお肉ということで、めちゃめちゃ4時間半煮込んだということで、もしですね、あのコヤッキーのやつ見たよって来た人いたら、ちょっとよくしてあげてください。コヤッキーって言ってくださいね。サービスしますということらしいです。はい、なんと5万円分ぐらいが畳んだよ。よろしくお願いします。どうも、こっちでーす。大阪2日目でーす。こちらです。ふるさと。はい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 。はい、こちらですね、365日24時間やってるという、すごまれなお店なんですけど、はいはいはい。お寿司とかおうどんがめちゃくちゃ美味しいんですよ。はいはいはい。そうなんで僕もね、本当にデザイナー時代は家に帰ることが本当に少なかったんですけども、はい、夜中とか帰ってきてもやってるっていう、本当オアシス。本当にここね、めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ大阪来た方はね、行ってみてください。深夜に特に行くのがいいと思います。僕は昆布うどんにしました。めちゃくちゃ美味しそうやな。そしてお寿司はこちらの3色、美味しそうです。はい、皆さん着きました。ブリが分かりました。このコロッケが俺世界一好きなんですよ。へえ。いつもね、行列ができてるんですよ。今日少ない方ですよ。はい、見てください。おっ、80円安ない。安っ。タンデカツもおすすめなんですよ。はいはいはい。で、ここの名物がスコッチエッグなんで、はい、これは絶対食べてください。3つだけ食べてとりあえず。なるほど、赤文字になってますね、ちゃんと。お待たせしました。ありがとう。ありがとうございます。お待たせしました。早速ですね、一個コロッケ食べますよ。はい、こんな感じ、ね、わー美味しそう。いや、これめちゃくちゃうまいんですよ。焦点、あ、ガラッから消えてびっくりしました。うますぎる。いや、うますぎますか。うますぎ、腰から砕けてもた。食べてみるよ。あ、ありがとうございます。コロッケ、うん、見た目普通でしょ。でもね、ホクホク感がもう持っただけで伝わる、うん、食べてみて。いただきます。うまっ。うまっ。ほんまにうまっ。トロッコロッケ食ったらもう他のコロッケ取れへんなるぐらい。なんでこんな美味しいんでしょうね。ほんまに。ちょうどいいわ、じゃがいもの甘みと、うん、そうそう、ソースなしでもこれだけでもうめっちゃ食える。ソースかけてあかん、うん、うん。続いてハムカツ。うわ、すげえ、すげえ。すごくない？ねえ。やられかけのボクサーじゃないですか。あ、すげえ。一辺の食いなしのポーズですけど。よくわかってるじゃん。あれ、それ。またね、いただきますね。うわ、すごい。美味しそう。これもう美味しい。めっちゃ甘くない？やばい。最後に、はいはいはい、お店の名物いただきます。はい。何ですか、名物。こちら。タタタン。何すか、これ。いや、まあ、ぽいですけど。はい。スコッチエッグって言って、はいはいはい。タイとショーがあるんですけど、はい。台行ってください。おー。何が入ってると思う？エッグだから卵ですか？何で当てんの？エッグだからわかりますよ、ほら。
うわすごい、こぼれたこぼれた。うわ肉汁がすごい、中に卵がこうやって入ってるんですよ。うわこれは贅沢ですね。うまこぼれちゃうのいいですね、肉汁が。どこか行こうとしてるじゃないですか。肉汁がちゃんとあって、これは卵をね。いただきます。うまっ、すごいこれ。美味しいね。超美味しい。うん、これ発明ですねこれ。ほんまに、うん。卵の外にお肉と衣があるわけですね。うん、大阪寄った人は絶対食べるべきですねこれ。絶対行って。ね、もう軽く食べれますしね。ね、これフェスとか来たら絶対行って。うん。ってことでちょっとね、美味しかったでしょ。めっちゃ美味しかったです。まだまだおすすめの食べ物あるんです。はい。移動します。行きます。はい、というわけでですね、堺までやってきたんですけど、こちらですね、カフェミンということで、はい、ここロコモコめっちゃ美味しいんですよ。あ、そうなんですね。お腹空いてるでしょ。空いてます。ロコモコ食べよ。ありがとうございます。じゃあこちらの方へ。ロコモコでもめちゃめちゃ高いですよ。え、いくらですか。やっぱり5万。高っ。そうなんですか。5万するんで。いや、めちゃくちゃうなずいてますけど。あ、今日安いですね。特別に今日は安い感じになります。あ、特売日ですか今日は。めちゃくちゃ割引したんで。何でしょう。ソースも選べるんですね。選べますね。じゃあ僕がオニオンソース。で、ミョンがテリヤキ。はい、テリヤキです。で、イクちゃんがデミグラソース。お腹すいたー。今のところ3年ぐらいご飯食べてないかな。そんな空いてます？緑具みたいな、噛んじゃった。緑噛んじゃった。珍しいですね。はい。緑牛みたいなね。もう4回ぐらい言います、ね。3年食べてない緑牛じゃない。どうするんだ。これ使ってくださいもう。はい、ということなんですけども、大阪帰ってきたら絶対僕ここなんですね。うんうんうん。なんていうお店かと言いますと、はいはいはい、徳島さん、はいはいはい、買いに来ます。はい。で、たくさんあるんですけど、はいはい、僕は絶対一味マヨポン酢なんですね。わー、美味しそう。そうか。もし僕のこれを見て買いに来てくれる人は12番の一味マヨポン酢をぜひやってみてください。はい。一味マヨポン酢の一番大きいやつ見て。150円。大パック20個入ってるもん。安っ。美味しそう。買っちゃった。近い。はい、ということで買ったんですけども、開けますよ。こちらです。うわー、たこ焼きの玉手箱や。あ、出た。たこ焼きの宝石箱や。ということでですね、こちらにですね、ポン酢をこうかけていくんですけどもね、この時点美味しいんやけど、ここでね、黄金のシャワーをかけさせますということでね、かけましたと。これ見てもらって分かると思うんですけど、寄せたらこの辺にポン酢がまだありますよね。これがですね、僕の場合は一旦こうします。たこ焼き自体にポン酢が浸透したら食べるという方式がたこ焼きスタイルとなっております。大体これがですね、3分から5分ぐらいです。じゃあ開けてみます。こちらですね、見事にポン酢を吸収しております。さっきよりほら傾けてもポン酢が出てこなくなった。これがこうやって入れでございます。じゃあ食べますね。見て、僕が500年愛したたこ焼きです。うまい。これ見せた味、この味を得たら空飛んでんだよ。ほんま誰も指定しておれへんから突っ込まれへんやんじゃん。おまだな。生きて、生きてで感謝。もうありがとうございます。もう、今回の大阪ツアーは、もう今日でラストなんです。そうですね。ファイナルデイなんです。最後の最後にこのたこ焼きを食べれても本当にもう悔いないやつ。よかったです。うま。あれ今動画撮ってんの読んじゃない。あれ、はい、僕今後ろにいるんで。誰あ誰あれなんで俺がここにおんねん。誰ですか。俺シェフの方がね。俺打つね。俺打つ。友達の主役が来てくれました。10分前に呼び出されとんねん、こっちは。え、なんか買ったんですよね。見せてもらっていいですか。ミニパックね。え、なんでミニなんすか。いや、一応ちょっと今ボディメイク中なんで。え、やっぱ大パックって決まってますよ。イクピもこのサイズ買ってなかったもんで。イクピ太りたい。いやいや、この会社おかしいんだから。え、太り散らしてるから。え、ミョンは。僕は残り大パック買ってさすがミョンさんですね。ということで、はい、ありがとうございました。思い出の特進来られてよかったです。はい。